ジラクジラ。なんだね。セクシー女優が大好きな松本潤いんじゃん。いるね。年末のジャニフェスの総合演出すんじゃん。うん。それがどういう意味かわかる？え？何か意味があるの？ありありだよ。滝沢副社長に直訴したんだよ。うん。で、その時にこう宣言したんだよ。このフェスを成功させたら俺が副社長になるって言ったのよ。そうなの？松潤はずっと滝沢無能だって言い続けているんだよね。おう。実際に滝沢が副社長になって退社する人が続出したもんな。人望がないんだね。人望か能力かどちらかがあればいいんだけどな。そうだね。でもさ、松潤も副社長になるとか言ってんじゃん。うん。そんな松潤も人望も能力もないんだけどな。そうなの？あったらジャニーさんが滝沢でなく松潤を副社長にしたはずだろ。そうだね。ってこと。